はい、第22回安住焼物広場テレビジョン、開始したいと思います。今日はですね、ゲストをお呼びしています。大島紬メーカーの、増谷義平さんの上田哲也さんをお迎えしております。よろしくお願いします。ね、上田さんとは、ツイッターで、そうですね、はい、約1年半ぐらい前ですね。そうですね、そうです、出会わせていただいてから、まあ、なんかいろいろとありました、ね。いろいろとはなかったんですけど、あの京都でね、前回お会いして、ぜひよろしくお願いしますということで出ていただいたんですけども、まずはじゃあ皆さんに自己紹介の方をお願いしたいと思います。はい、改めまして、増谷義平の上田です。うちは、実は京都にある会社で、もともとは裏地屋さんだったんです。で裏地屋さんから、まあ、あのウールとかその当時は扱ってる、はい、まあ、問屋さんみたいなもんやったんですけど、はい、そこでも大島がちょろちょろっとありまして、はいはい、で、扱うに従ってこの大島ってすごいなぁと、はいはいはい、で惚れに惚れ込んで、お、でまずあの産地問屋さんみたいなのがあったんです。それは、上田さんのお父さんぐらいの代ですかね。ね、メインでやり始めたのは父親の代です。まあ祖父の代もやってたんですけど、わっ、はい、と広がったのは父親の代ですね。はいはいはい、でまああの産地問屋さんになって、こうまあ言うてら、なんていうんですか、こう旗屋さんから大島を買って、はいはいはい、そうですね、で、前売り問屋さんに流すっていうか、そうそうそう、そうね、売って、はい、まあ、商売するというようなスタイルだったんですね。はい、でもそうこうしているうちに、はい、まああのそれだけでは面白くないのと、うん、いやいやいや、面白くないと、面白くないって言っていいのか分かりませんけども、まあ面白くないんですね。まあ、そうですよね、自分が作ってるわけではないんですね。で、はい、まあ、父親自体はこう自分のデザインとか、はいはい、自分がこうこんなんおしまいにしたら、はい、いいやろなっていうものを、はい、まあ、作りたいというところから始まった、はい、ということはメーカーさんになられた、なるというか、そうです、そうです、なってきたと。でデザインを書いて、はい、で今度は、畑屋さんにこのデザインのおしまを作ってくれと。そういうことですね。はい、でそうこうしてるうちに、うん、自分のところでもなんとか作れへんやろうかと、うん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 、委託でやってたのが、そうそうそうです、それがもうだん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 流れで、じゃあ畑屋さんを抱えてというか、はい、やってみようかと。で、はい、会社を、子会社で奄美織物という会社を作りました。奄美織物という会社、はい、でそこで生産を始めたと。おー、奄美織物を作ったのはもう私が、奄美大島にいる時なので、はい、5年ぐらい前ですかね。5年ぐらい前、はい、からまあ本格的なメーカーとしての動きが始まったと。で、奄美織物を、まあ、奄美の皆さんの、はい、まあ、いろんなご助力によって、はい、組合に入れてもらって、はいはい、おそらく京都出身の人間で組合に入ったのは、奄美の組合にね、はいはい、まあ、製造も工場も作ってっていうのは初めて、多分初めてだと思うんですね。で今ちょっとね、はい、あのちょっと話を追ってしまって申し訳ないんですけど、はい、僕が奄美にいたっていうところを今おっしゃられたんですけど、はいはい、京都ですもんね。そうですそうです。で奄美にいたっていうのはどういうことですか。まあ小売店さんで、はい、修行をしてたんですけど、はいはい、ああの上田さんが、はい、哲也さんね、はいはい、で、会社にもうそろそろ戻ろうかなっていう時に、はいはいはい、ご実家、まあ、実家の方にね、一回奄美大島で勉強、製造を勉強し、はい、した方がいいんじゃないかと。はい、自分が大島をやるなら、そうですね、大島のことをちょっと知らなきゃダメだろうと。そうそうそう、はいはい、でまああの行くかと父親に言われてああはいはいはい、行くって言ったんですけど、はい、で結局その奄美大島にすぐに行って2年、丸2年ですかね。あ、丸2年はじゃあ奄美の方でしばらく。そうです、はい、ゆっくりしてました。いやいや、ゆっくりしながらまた面白いですけどゆっくりというか、じゃあその2年間は奄美大島で暮らしていたってことですね。そうです、そうです、はい、本当にもうじゃあ暮らしてたってことです。住んでました。わ、すごいですね。奄美
市民でした。当時は那須でしたけども、はい、奄美で、はい、住んでましたね。そうですか。はい、で、それで、哲也さん自身は、その2年そちらで、どんなことされてたんですか？大島紬の、美術指導センターってところがありまして。あ、なんかあの、博多にもそういうのがあるって言ってましたけど、はい。で、そこで、まあ、練習生として1年間行って、はい、まあ、1から10まで、大島紬を製造できる自分でこう、うん、できませんけども、はい、職人ではないので勉強をするってことですね。そうです。一回自分でやってみなさいよというので、はいはい、1年間その、まあ、職人になるための、指導書みたいなのがあるんですね。はい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 。でも今は何年か前で、うん、もうその制度が終わっちゃったんで、はい、今はやってないんですけど、その時はその流れがあったんで、そうです、はい、そうそうそう、そこでまあ勉強をするということですね。はい、で2年間まあみっちりと。みっちりとはやって。まあそれは別として。みっちりか分かんないですけど。でもね、そこの地元でとにかく、そうですね。一回ちょっと見てみたいと。そうです。はい。でしっかりとそれをやってきたと。そう。で変えられて現在に至ると。そうですね。はい。で、結局じゃあ今は哲也さん自身は。増谷義平という会社の、はい、何代目に当たるの？会社でいうと3代目になる。3代目で、はい、で増谷義平というのはもともとうちは、はい、上田家の屋号が増谷というので、増谷というで、代々こう義平さんという人が継いできたんですね。ああ、なんか昔よくそういうのありましたよね。はいはい。で5代目までは上田義平さん、5代目上田義平さんまではいるんですけど、はい、6代目が祖父になって、はい、で、まあ、戦争の絡みかで名前が変えられなかったか、はいはいはい、まあなんか面倒くさかったのか分からないですけどもそこで一回ちょっとその名前が途切れたというか、そうです、はいはい、継承が出なかったと。そうそう、はい、で、まあそのままの、はい、上田義平さんを継がずに、うん、もうそれを会社名にしようと。あ、そのままを会社名にしようと、はい、で増谷義平のマスとギを取って株式会社マスギという名前です。そういうことがあったんですね、はい、で、株式会社はマスギですけども、ブランド名は増谷義平。そうです。っていう感じで今やってみるんですね。です、ね、はい、ですからこの辺にある大島も増谷義平と書いてあるんですね。そうです、はい、そうです。で、あ、そういうことです皆さんね。そういうことです。どういうことか、増谷と増谷義平とこう、そうです、会社とそういうことです、はい、やっぱこういうのもね、会って喋らないと分かんないですね。ですね。でちょっとここらでね、ほら、どなたか入ってますよ。久しぶりてっちゃんと、いや、それ、はい、本当ですね。あ、ご存知の方ですかね。そのアイコンで、なんとなくわかりますかね。あのソーシャルストリームの方でね、あはは、皆さんが打っていらっしゃる。はいはいはい。多分久しぶりてっちゃんという方がお見えになるんで、今日は応援されてる方も見てらっしゃるみたいな。言えば逆に緊張しちゃいますね。そうですね。まあ。ということで、じゃ あの自己紹介も一通りと、はいはい、いうことで、はい、今頑張ってらっしゃる、上田さんですけども、はい、やっぱりね、今日見てらっしゃる方すごくね、大島紬っていう名前がこうついてるんですよ。あの名前前にメーカーって書いてあるんで、はい、大島紬っていうのは、我々の着物業界では、はい、一つのブランド、名前としてのブランドを、僕なんかは呉服屋として非常に大きな位置に実はあるんですね、うん、はい、着物屋さんとか、はい、まあそれはどういうことかっていうと、例えばそうですね、日本三大紬とね、よく言える中に入ってたりしますね。入ってたりしますんで、やはり着物屋さんで着物を語る分で、はい、まず大島紬っていうのは非常に大きなところがあるんです、はいはい、ただ、今ご覧になってる皆さん、例えばこういうね、ツイッターやフェイスブックや、はい、ユーストリームを見ていただいて皆さんにとっては何ぞやという人がいると思うんですよ、はいはい、でその辺をまあ気楽にというか、大島ってどんなもんですかっていうことをちょっと、そうですね、はい、ご説明いただけると嬉しいと思います、はい、商品見ながらでもいいんですよ、どういう風でもいいんですけど。そうですね、はい、大島ってまずは、あ、まずはですね、はい、大島だから、どういう意味の大島紬、名前の由来は。奄美大島で、はい、まあ、作ってるもの、もともと奄美大島ですね、はい、で今、大島紬の生産の、
産地としては、はい、鹿児島、鹿児島、それから奄美大島、奄美大島も鹿児島県ですよね。ですけど、鹿児島の本島っていうんですかね、あの九州の中にある鹿児島市ですね。はい、それから奄美大島と、はい、それから、都城、はい、都城、宮崎県ですね。はい、この、3つの産地になってます。で、伝統工芸品としては、はい、本場大島つむぎという、はい、まあ、名前で一つあるんですけども、はい、それぞれ3つの産地は分かれてそれぞれ独自の検査規定で検査をしていると。ああ、それぞれ独自で、はい、独自で検査してます。3つの産地がね、はい、はい、なので一回あの表紙を、そうですね、表紙なんか見表紙をね、はい、お見せするといいですね。ちょうど今うちの商品もありますから、そうですね。じゃあまずは増谷さんの、このちょっと手持ちカメラにディレクターさんよろしいですか。表紙が映りました、はい、こちらがまず一つ目の、ね、産地の、印ですね。これは、伝統工芸品だって、はい、これは、奄美大島ですね。奄美大島の本場奄美大島紬ですね、の表紙ですね、はい、ですこれはあの僕ら地球印って呼んでるんですけど、それでもその言い方は合ってますか。そうですね、それで合ってると思います。この丸い印ですよね。そうそうそう、で、はい、ここの横の方に本場奄美大島紬検査の、はい、証と書いてあります、はいはいはい、これが奄美大島で作られた大島ですっていう証拠ですね、はいはい、で次は、次が、はい、鹿児島、ね、鹿児島ですね。今言った鹿児島の、ね、鹿児島県で作られた鹿児島の、はい、これは僕らは旗印と呼んでるんですけども、旗印ですね。よろしいですよね。これが、鹿児島県、はい、でもこれも本場大島紬検査の証と書いてありますけど、奄美は本場奄美大島紬です、はい、あ、そうですね、はい、こっちは本場大島紬検査の証、はい、はい、それから都城がこれですね、はい、こちらが、都城の方で、ね、これは鶴印ですね、はい、見えますかね。ちょっと光っちゃって分かりますか、ディレクターさん。大丈夫です、はい、これが都城、宮崎県の、はい、作られた大島紬、こちらも本場大島紬検査の証とかあります、はい、これそれぞれに電算マークがついてる、ね、そうですね、はい、はい、本場とつけば電算マークがつくよと、はい、この辺をお間違いなくということですね、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ変えていただいて、はい、でこういう産地がまあ分かれてますよっていう話があったんですけども、はいね、はい、実際に今の話だとまだこう産地の話じゃないですか、どこで作られてるって、うん、皆さんじゃあ大島紬って、どんな風合いというかどんな織物なんだろうと。そんな織物つるっとしてますよね。さすが上田さん、つるっとつるっとしてますね、はい、ここにあるんですけども、はい、後ろにね今ちょうどね、で、ちょっと、なんていうんですかね、こう肌触り的には滑らかな感じがそうですねしてますね。で、はい、つるっとした感じ、はい、でよく言う紬っていう、織物の、着物の織物の中では、はい、かなりサラサラっとした、そうですね、薄めですね、しかもね、はい、これはどういうことでしょう。まああの今、昔古代というかだいぶ前、明治とかその前ですね、はい、はその紬糸を使ってたんですけども、はい、紬糸というのは糸をこう紡いで、そうですね、そのボコッとした部分が織物に入ってるっていうところですね、はいはい、現在は通常の、まあ、若干よりをかけた甘よりの糸というんですけども、甘よりの糸、そういう糸を、使ってますので、どっちかというと大島紬っていう名前なんですけど も, けども、まあ、大島ガスリというようなイメージですかね。でも、はいはい、そうですね、はい、ということはまあ本当の紬糸は最近は使ってないよと。そうです。ってことです。使ってる商品も。使ってるものも中にはあると思いますけども。はい、まあ、大きく見ると、そうですね。こうツルツルした風合いのものがある。はい、で、じゃあ大島紬の最大の特徴というと、何でしょうか、はい、最大の特徴、軽い。はい、軽い。軽いんですね。これは僕も持ってますけど、軽いんです。あと、やはり、まあ、例外もあるんですけど、はい、まあ、大きな括りから見ると、まあ、僕ら呉服屋の中では泥染め、あ、泥染めね、これも大きな、
あ特徴の、そうですね。だと思います。そうですね。僕が言っても行きませんけど。そうですね。申し訳ございません。この色ですよね。そうですね。泥染めの、やっぱり大島紬は泥染めの門が、はい、中心に、特に奄美大島の場合は、多いですね、はい。そうですね。はい、で、これ、泥染めっていうと皆さんね、どういうことっていうと思うんで、はい、その泥染めっていうのは、で、まず紬っていうことですから、僕らが言う、先染めのもの、織物、うん、とよく言うんですけども、糸の状態からやはり染めますか、この大島紬は。そうです、はい、そうですね、はい、皆さんがよく色無地とか共有染とかそういうものは後染めって言われていて、はいはい、白生地をね、そうですね、白生地のまま反物のまま染めたり描いたり、はい、するのが後染めのもの、はい、でこういう紬とかっていうのは大体先染めのものって言いますよね、はいはい、それは糸の状態で染める。そうですね。で、泥を使ってどうやって染めるんですか？ごめんなさいね、難しい質問ですけども、ここに泥があればいいんですけど。まず大島というのは、はい、まあ、織物でも、前に出展された博多織もそうですけど、はい、あれは織の組織で、はい、糸が上に行ったり下に行ったりして、柄を作りますよね。はい、大島紬は検査規定にもあるんですけども、はい、平織りと言いまして、はい、一番まあ単純な織りって言ったら失礼ですけど、糸が上下上下交互に織られていると、こういう感じですね。で、一本の糸があったら下行って次は上行って、そうです、はい、下行って、それが繰り返されて織ってい、そうですね、一番単純ですね。ですので、はい、織り組織で柄を出したものではないと、はい、ということはどうやって柄を出すんだろうってことになるんですよね。そうです、はい、そこが最大の特徴。そうそうそうです。で、来ました来ました。どうやって柄をつけるかというと、ええ、まあ糸に点々をつけると。糸に点々をつける、ね、はい、まあ、糸に印をつけるようなもんですね、はい、で、この点と点を、つけた点と点をですね、こう合わせて折っていくと柄になるところですね。これですよ。これまだわからないと思うんですよ。はい、わからない方は。わからないでしょうね。白い一本の糸に、例えば黒い点を打つとするってことですね。はいはい、その点、一本の糸に点をトントンとちょっと離したように打って、はい、それが縦糸に入ると、はい、点々となると。はいはい、で、縦がすり、中小品はそれでできてるんですね。そうそう、だから、基本的に、じゃあ、大島で、例えばこういう柄を作りましょうと。これなんか思いっきり柄がね。はい、柄がね、ありますね、はい。で、この柄を作りましょうというと、折ったら、どこにどういう点が来るかっていうのを計算して、糸自体に点々をつけるわけですね。要は、糸自体に染めるってことですね。はい、で、最終、折っていくと、こういう柄になっていくと。なっていくと。これを計算して糸の段階から加工が入るんですね。そうですね。で、それが泥で染めるものが多いってことですね。そうですね。じゃあそれをですね、実際今日は持ってきていただきました。わかりやすく、はい、それを出していきましょうか。これですね、まずですね、はいはい、じゃあ、まあ、これはコピーですけどね。まず図案からいきますか。はい、はい、コピー。これ見えますかね、ディレクターさん。ちょっとじゃあアップカメラに変えましょうか。はい、アップカメラでいきます。はい、どうぞ。あ、こういう図案ですね、はい、これはコピーになりますけども、はい、まずは、図案というかですね、はい、まあ、原図と大島では呼ばれてるんですけども、原図、はいはい、デザイン画を描きます。はい、絵ですね、はい、描かない場合ももちろんあるんですけども、はい、うちの会社の場合はデザイン画を起こしますか。はい、起こします。はい、そしてで、じゃあこの大島を、この柄を作ろうと。この柄を今から作っていこうと、はい、作ろうと、はい、します。次にこう設計図をこう、あ、これですね、今のものを受けて、はい、今度はこういう方眼紙みたいになるんですね、はい、方眼紙のマス目にその点を打ってあるんですね。これ、そうです、はい、これまさしく今の柄ですね。はい、そうです、はい、これは方眼紙を生地に見立てて、はい、まあ、方眼紙によっていろいろ規則というか、まあ、あるんですけども、はい、基本的には、例えば端からどれぐらいの距離のところにどういった点を作るんだということがこの方眼紙に記されています。これが一つの幅ですか。じゃあここの幅がそういうわけではないですか。こっちの、はい、まあ、
この幅になりますね。あ、ごめんなさい、こちらの幅になるんですね。で、この方眼紙のマス目に点が打ってあるのが分かるんですけど、この方眼紙の線の部分が一本の糸ということになりますか？線というかですね、はい、例えばこの方眼紙の場合は、はい、あ、ごめんなさい、はい、小さい四角ありますね。小さい四角ありますね。そこに縦横8本の糸が入る計算になります。おお、この小さい四角、ちっちゃい、一番ちっちゃい四角ですね。この方眼紙の四角の中に、わかりますわかります。この小さい、この白いところですよね、はいはい。この四角の中に縦横8本の糸が入る。はい。で、その点の部分は？点の部分。これがかすりの、はい、そこに点々を作りましょうということですね。ここに点々を作りましょうと。はいはい、もう点画みたいなもんですよね。そうですね。で、それを糸にここに染めていきましょうと。そうですね。で、確定しますよ、この場所でと。はい。はいはい、っていう点なんですね。はい、あらまあ。ディレクターさんどうですか？パソコンみたいです、ね。そうですね。どっちかというと、だから建築とか、はい、ああいうふうに、かなり精密に織られる織物になります。そうですね、少しでもずれたら、そうですね、柄になりませんか、はい、1個ずれたらアウトですね。アウトですね。それはアウトですね。それはアウトって言われる。フリーズですね。そうです、フリーズですね。で、このじゃあまたね、原画からまたこの設計図を作って、そうです、その次は、はい、はい。で、まあ、その先ほどちらっと言いましたけど、はい、こういう方眼紙で、精密に描かないといけないのはもちろんその、はい、こんだけ細かい、はい、点々のかすりを正確に合わせていかないといけないからなんですけども。そうですね。で、それをじゃあ糸に直接今度は染めていく、はい、あの糸を、今度はね、まあ、例えばですね、はい、どうやってじゃあ点々を作るかというと、はい、手に腕時計をこうはめて、あ、はいはい、分かりやすいと思います。日焼けをして、はい、取ったらここが白くなる。ピンポンピンポン、ね、はい、この白くなったとこが一つの小さい点になります。そういうふうに しますので、これで言うと、これ見えますかね。これいきましょうかね。次、下に用意されてます。はい、これ、はい、来ました。これがね、あの、これ、まあ、板に貼り付けてあるんですけど、はい、こっちの方が分かりやすいですかね、これね、はいはい、絹糸ですね、これ絹糸、絹糸で糸がこう、はい、走ってます、はい、で綿の糸でこうここを縛ってあるんですね、一つずつ、はい、この部分が縛ってありますね、はい、今ね、この部分が縛ってあるところで、ね、はい、で、非常に難しいんですけども、大島の特徴である、検査規定にも入ってるんですけども、はい、締めバタといって、はい、この締める作業を機織り機で行います。はい、ですので大島つむぎは2ドールとかって言われるわけですけども、はい、旗織りの、織る力でこのかすりの点々を締めるわけですね。締めていっちゃうわけですね、はい、では織ってるわけですね。そうです、そうです、はい、で織物になった状態で、はい、こちらで今度、はい、で、先ほどの、はい、この図案、まあ、ちょっと分かりやすく白黒にしたんですけども、はい、図案があります、はいはい、これのですね、この点の部分ですねを締めたら、このちょうどこれを見本が、はい、見本がちょうど合いますよね、はいはい、ここ見えますか、ね、これディレクターさん分かりますか、この、あ、この、見えますね、この部分です、見えます、ここ点のところをこういうふうに締めてあるところが染まらない部分ですよね、締めてある、そうですね、この部分ですね、はい、ここに点々の部分に筋があるのは、染まらないように、はい、面の糸がグッと縛って折られているという状態ですね、はい、これ皆さん多分僕らの手の指先の大きさとこの締めた後の線の大きさが分かると思います。非常に細かいです、はい、これを、まずはここの横の糸を作るわけですね。そうです。うわー、すごいですね、これは。で、今度、はい、じゃあ次、次は皆さん頭がいっぱいいっぱいじゃないですか、大丈夫ですか、かすりむしろって書いたら、はい、よくご存知、よくご存知、かすりむしろ、はい、専門の方でしょう。いや、いろんな方が見えますね、はい、はい、続いて、染めます。それを染めます。染めますね、今度、まあ、日焼けをする、日焼けをさせる状態、はい、染めたらですね、真っ黒になる、まあまあ、これですね、あ、これですね、はい、はい、染めた、これね、泥染めと書いてありますね、はい、ここね、まあ、
泥染めじゃない大島紬もいろいろあるんですけども、はい、今はちょっと泥染めの、ね、そうですね、泥染めをぜひ、はい、はい、で、真っ黒に見える、そうですね、真っ黒ですね、はい、茶色っぽい黒ですね、はい、その結んだ状態で染めると、はい、そのまま染めてしまう、まあ、染めます、はい、で、染めて、はい、取るんですけれども、はい、例えばこの大島、これ分かりますかね、これ見えるか、見えますよ、十分、はい、はい、見えます、点々にですね、はい、このここは、はい、青とかですね、はい、こうちょっとベージュみたいな色とか色が入ってますね、色入ってます、はい、こういうものも、はい、点の状態で入れないとダメです、そうです、先染めですからね、はい、後からこの色をつけるわけにはいきませんから、糸の状態でどうつけるんでしょう、じゃあ、はい、今締めた部分は日焼けするのは分かってます、そうです、普通は取ったら、はい、そこ白くなりますよね、そう、ここに、ね、腕時計があって、はいはい、日焼けしたらここが白くなります、はい、ここが取ったら、はい、緑になったら病気やと思います、ね、そうですね、病気ですね、病院に行かないとダメですけども、はいはい、じゃあこれね、今取るとですね、まず黒く染めちゃった、はいはいはい、染めちゃった、次取ったらこうなります、ね、並べた方がいいですね、はい、で今のを取ったらこうなるんですね、まだ、この部分は取ってない部分もあります、はい、はい、一部を取ると、こういう風になります、そうです、今の糸の一番初めにこんだけ取ってみたと、はい、はいはい、糸を抜いたらこう染まってない部分がこう出てきました、日焼けしてますって感じですね、はいはいはい、その分日焼けします、で次がで、はい、色を刺していくんですけども、はい、注射針で、まあ、注射針というか、まあ、旗屋さんによって製造の、はい、まあ、職人さんによって自分でこう作られるんですけども、はい、それぐらい細い、ものを使って、白い部分にですね、そうです、はい、糸を入れてなおかつ、まあ、中まで染まるように、はい、擦り込むみたいな、ナイフみたいな、そうです、そういうやつでこう擦ってですね、擦って染めるわけです、色を染めます、はい、あ、染めます、で染めたらこうなるわけです、あ、次は染めたらですね、染めたらこれちょっと茶色っぽい染料で染めてますね、はいはいはい、ます、ここ上から見たらわかんないかね、はい、上から色がちょっとついてます、そうですね、黒っぽく見えますけどちゃんと色がついてると思います、並べるとわかりやすいですね、はい、わ、はいはいはい、かりやすいですね、そうすると色を全部入れたら最後に最後全部まあ取るわけです、こうやって、ね、最後はこれですね、はい、最後抜けます、取ると色がついてるものと白ついてないとこと、そうですね、黒く染まったところと、縛った初めの部分は白く抜けてるんですね、はい、で後から擦り込んだ色の部分が、はい、色がついていると、はい、でこれは糸の状態でこうなってるよと、はい、そうです、1本ずつでこれが糸1本になりますね、わかります、これはわかりませんね、多分ね、あ、でも手でそなぞっていけば黒くなったり白くなったりしてますね、この一つの小さい点を縦と横それぞれまた合わせて折っていく、縦糸と横糸を合わせて折っていくんですね、はいはい、そうです、だから手間がこの時点で相当かかると、そうですね折る前に実はこんだけの工程がかかっているっていうことですね、はい、で、じゃあディレクターさんありがとうございます、あとはあの、まあ、はい、これ見せましょうか、あ、そうじゃあもう一個じゃあそのついでに、もう一個ちなみにまあ、これ染めた泥染めでですね、はい、染めたやつなんですけど、こう、はい、破ると煙が、煙出てますね、煙じゃないんですけど、これ実際泥の泥の泥染めの、はい、染料が飛んでるってことですね、そうですね、で、ここからこの点々の糸が出てきます、うわー、本当だね、これね、締めた部分が切れたわけですから、はい、そうそうそう、で、この一本がこの点々、点々見えますか、ね、見えますね、これ見えますよ、これは見やすいですね、見えてますよ、はい、あそこ見えてます、これ一本、手一本のところね、はい、はい、これが糸一本でこのように染まってきますよと、はい、そうですね、でこれをとにかく合わせるんですね、はい、折るときに、はい、だからもう一回食器に乗せるわけですね、そうです、そうです、だから2回食器に乗せるってことですね、はい、縦糸横糸、はい、別々に作って、はい、で染めて、はい、一回バラバラにして、でまた順番に、並べて折ると、折ると、これはまあ単純な柄ならいいんですけど、複雑な柄になればなるほどたくさんの横糸縦糸のかす糸がいるってことですよね、あ、そうですね、そうです、ね、まあ複雑になるほどにやっぱり点々を作っていくのはやっぱ難しくはないですね、そうですよね、はい、例えば
男物のね、この亀甲ガスリって言われている、皆さんがよく目にするこれなんかはある程度 お約束の柄が、ちょっといいですか、男物、ちょっと難しい説明になっちゃいましたかね、ちょっとすいません、ね、ちょっとここまで喋る必要はなかったかもしれませんけど、ね、たまたまこの大島とかでも、これ出来上がりの大島ですよね、これ亀甲模様になってるの分かります、ディレクター、ですね、はい、ちょっと思ったんですけども、表に出てくるところがポイントでこう染まってるところを出すと、はい、いうことになると、その裏側はどうなるんですか。裏はないです。表も裏も同じになりますね。だって裏は。これはリバーシブル的なこう対象柄、対象色。全く同じです。はい。全く同じなんですか。いや、一緒ですよ。糸一本から染まってるわけですから。糸が上下上下に通って糸自体が染まっているので、こうなるだけだから。同じです。裏表ないということになります。同じ色なんですよね。はい。同じ。なんでわからないですか。あ、もうこっちの横糸の方もクロップするんだな。ちょっと変えてください。一回ちょっと変えてください。いいですか。はい。そういうことですよ。絵音は、糸がもう染まっていて、上下上下行くだけ で、はい、で、この上下とこも下とこも黒黒っていう方にするってことですね。うん？裏と表が同じ柄、同じ色。そうなんです。そこがね、一番難しく分かりづらいかもしれないんですけども、糸に点がついてまして、それがこう上に行くって色がついてるとこが見えますね、はい、その上下というのは糸、ものすごい細い糸一本のことを言ってるので、はい、正確に言うとカストリの大きさっていうのは、うん、糸一本の幅じゃないので、無理じゃないですか。そうそうそう、だからこっち側も出てくると、そういうことですね。そういうことですね。一本のやつが出てるのかなと思って、一本の細さだととんでもない、さっき言ってた1マスの8マス分が出てると思った方がいいですね。8マス分よりは少ないですね。少ないですね。もうちょっと少ないですね。はい、でもその辺が今言ったような上下になった時に両面変わらなくなるんだよっていうところですね。じゃあ横糸も同じようにこう縛って模様をつけていくっていうことですね。そうです、はい、ありがとうございます。通信環境が悪いって書いてあります。はい、ちょっといろいろ今の段階で皆さんの意見とかありましたかね。はい、通信環境ちょっと、うん、あまりにあれですね、ちょっと変態すぎて、絞り呉服さん、通信環境悪く音声だけで男前が確認できません。あ、残念ですね、今日は男前が出てるんですけども、男前って言わない方がいいと思いますねがっかりして、あの視聴者数が減るかもしれない。なことなんですもん、20人あ、 ありがとうございます。はい、おそらくでも他の方はね見えてらっしゃる感じなので、絞りごっくさんの環境もしかするとちょっと申し訳ないですけど、あれになっちゃってるのかもしれませんけど、はい、皆さんよろしいですよね、見えてらっしゃいますよね。で、まあ皆さんからドットプリントみたいとか、ちょっとこの辺ディレクターさんフォローしてもらっていいですか。はい、今までの先ほど言ってた色を染めるところなんですかね。それに対して、はい、KDC プランニングさんが食事に使うナイフみたいなやつで擦り込みますというふうに言われております。そうです、そうです、あとマスターミミンさんですね、ナイフみたいなやつで擦り込み、摩擦熱をかけるのかなということを聞いてます。摩擦熱というのではないですね、ナイフを使わない場合もありますので、擦り込んでいくんですよね、色。そうです、擦らないとその内側まで染料が入らない。そうです、糸に染めないといけないんで、はい、ちょんってやるだけじゃ染まらないんですよね。こうギューッとこう中まで両面に、はい、両面というかこの丸い糸に染めないといけないということですね。はい、はい、ハイヒモさんで、ね、先染めの糸すごいと、泥染めの縛った糸を切ると泥の子が舞うんですねということですね。そうです、泥の子が舞うんです。泥染めっていうのは、そうそう。はい、はい、どうぞ。名前だけかと思ってらっしゃる方もいらっしゃいますけど、本当に泥の田んぼの中で、はい、まあ、つけるんです。ただ泥自体で染まるんではなく、シャリンバイという木が、はい、奄美では、はい、定置木とかも言うんですけども、はい、シャリンバイであります。シャリンバイの煮汁で、まあ、20回ぐらい染めてから、はい、で泥の田んぼに入れて染めると、
そうすると専門的に言うと焙煎するってことですね。そうです、はい、鉄焙煎になるんですけども、はい、そうすると、まあ低地木の車輪梅の草木染めと反応して、はい、そうです、そこにタンニン酸というの酸が、タンニンが入ってますので、はい、それと泥炭に入っている鉄分、これが化学反応して、染まると。で独特の黒い茶色っぽい色になると。そうです。でこの20回低地木1回泥炭っていうのを、はい、まあ約3回4回それぐらいやりますので、はい、まあ、全部で100回近い。もう笑わずにはいられないと。今縛ったやつを染めるのに、ね、そうですね、さっきのあれですね、一番初めの黒い状態ですよね、黒い状態の、はい、あの棒の状態の時にさっきのね20回染めて1回ドラタンつけてまた20回やってってことですね。そうそうそう。で染めるのも、はい、まあ、例えば、はい、僕は染め職人じゃないので、はいはい、まあ、メーカーさんですので、ね、まあ、簡単に言いますけど、はい、簡単にどうぞ、ボチャンとこうしても、はい、結局ですね、かすり点と点の間というのはすごく小さいですよね、はい、点と点の間は小さいですね、まあ、小さいので、はい、つけるだけでは染まらないんです、点と点の間、うんうんうん、それに染めようと思ったら、まあ、結局こういうものを、あ、ちょっとここの下の方をちょっと、まあ、ねじってですね、はい、あ、これでやりますか、あ、それでやります、これでやりますか、はい、まあ、これこういうものを、はい、まあ、こうもみ込むわけです、こうねじってね、そう、泥田の中でギュギュギュと、泥の中でですか、はい、はいはい、そうです、はい、でそうすることによって、染料が染まりますので、単純にこの1回、はい、2回と染めるわけではないないんですね、はい、かなり重労働になってきますので、それを20回、そうです、だから、あの職人さんがおっしゃるには、あの夏場が辛いと、まあ、夏場はね暑いんで、はい、暑いですからね、はい、そういうことですね。でもそのぐらい糸の状態で、今の締めバタもそうなんですけども、はい、染めもそんだけ時間かかる。でもそのぐらい染めを繰り返さないとこういう泥の茶色が出ないということですね、1回や2回じゃ。そうそうそう、そういうことですね、定着させるために何回も繰り返すと、はい、いうことですね、はい、それで大体合ってますか。何回も繰り返したら、はい、この茶色が、そうそうそう、そうですね、発色が出てくるということですね、はい、でですから泥染めって言っても泥で染まってるわけじゃなくって、うん、あくまでもその定地木の、草木染めでやったものに泥につけて焙煎すると。はいはいはい、はい、あのですね、ちょっと疑問に思ったんですけども、はい、先ほどあの破ったところに煙出ましたよね、はい、あれはあのこう着ている時にどんどん落ちていったりとか、こう白い服着た時にとか、そ当たってその映っちゃったりとか、まあ何回も洗いますから、泥自体が付着するというわけではないです。ただしあの糸自体にその反応したものが、つきますので、泥染めのおしまは摩擦の堅牢度はすご、はい、そんなに強いわけではないです、ね、要はこう擦れに弱い。そうですね、擦れてあの例えば白いものとかで擦ったりするとちょっと色がつく場合があります。つく場合が、はい、ああそういうこともあるんですね、はい、だからよくね帯にね、白い真っ白の帯を加工帯をギシッと締めるとね、そうですね、少し色が出る場合がある、ね、はい、けどね、堅牢度、そうですね、堅、はい、色が堅牢度って言われてますね。堅牢度、なんて言ったらいいんですかね。堅牢度はあの染めの、強さですかね。ですね。その、なんていうんですか、例えば、皆さん分かるのは、あの朝顔の、あの花を昔こうギュッと絞ると紫の色があの出てくるじゃないですか、うんうん、あの汁に糸をつけた感じを見てもらうと1回ぐらいこうつけて水で洗ってもすぐ取れちゃうじゃないですか。はいはいはい、はい、そういうことですよね。堅牢度が強い弱いって洗った時にとかいうのもあるんで、はいはい、まあちょっとその辺はあの調べてみてください。はい、よろしくお願いします。あのまああの詳しくは、はい、泥染めを一回見に行ってください。そうですね、大島にね。で今日はですね、まあそういう、まあ、手間のかかる大島紡ぎ、大島とはっていうところで今喋ってて、はい、かなり時間がかかってしまったんですけども、はい、でも大島紬ってそういうふうになぜこう日本三大紬かっていう話になった時に、はい、僕がお客様にこう伝えてるのはやはり、その今言ったね
大島の泥につけなかったら逆に言うとあの色が出なかったっていう人もいるんですよ。例えばね、うん、今はもう科学的に分かってます。さっき鉄媒染っておっしゃいましたよね、うん、だけど今は、昔はね奄美地方のその泥につけて、うん、その定置切りで染めたやつをやるとこういう色が出て非常に深い色だと、うん、綺麗な色っていうか顕像度も高いと、うん、でそういう染めってなかなか日本の中でなかったっていう話もね、はい、聞いてまして、はい、普通の草木染めで国内でやってたところとなかなかそこまでのね黒のいい色が出なかったっていうのも聞いたことあります、はいはい、それはちょっとまあいろいろどうなんかわからないんですけど、うんはい、いずれにしても泥染めの泥っていうのは奄美大島でしかやってないんではなかろうかと、うん、でじゃあ質問を変えまして、はいはい鹿児島の大島、はい、今宮古城の大島でありましたけども、はいはい糸染めに関しては泥はどこで使われるんですか。奄美も糸染めは全部奄美大島でやってるというふうに糸染めというか泥染めですね。泥染めはもう全部奄美大島っていうふうには聞いてますけども、はい、実際に、ねうん、他の畑屋さんのことはわからない部分があるんで、うんでね、増屋さんは奄美大島のメーカーさんですよね。奄美大島の産地は全部奄美大島の泥の田んぼでやるということですね、はい、それは今でも変わってないよと、はい、そうですね。そういうことですね。ごめんなさいね、なんかいろいろずれましたけども、ただでもそんだけこう手間のかかる、はい紡ぎだっていうことになりますけども、はいそれをじゃあ今は染めの方をみんなに言いましたけども、はい、今言ったじゃあそれ染まった糸を織るってことになりますよね、はい、で織るのは、どういうふうに織るんですか。どういうふうに、僕が聞いてるのは機械と手といろいろありますよね。織りっていうと、基本的に縦横がすりと言われている、はい、さっきの糸を締めて、まあ、縦と横を合わせて織るものは、はい手織りで織られております、はい、手織りでね、はい、人間の手で一目一目合わせながらこうガッチャンガッチャンと織っていくわけですね。はい、そうですね、はい、で中にはじゃあ大島紬といっても、今の、話で言うと機械で織るものもある。泥で染めたものを機械で織るものもある。機械で織るものもある。食器もものは、まあ伝統工芸品とは別にして、そうですね、今たまたま伝統工芸品の話しちゃってますけど、はい、本場大島紬ではなく本場島大島というものは、はい機械で織られていますね、はい、これそうですね、さっきこれ見せなかったですもんね。そうですね、これ見せなかった、ごめんなさい、はいもう一回、ディレクターさんお願いします。これ本場島大島っていうここに書いてありますね、この下の方にね、ここから本場島大島と書いてあります。はい、はい、こちらの場合は食器機械織りっていうことですね。そうです、機械で織ってますこれ、はい、これはやっぱりここで分かるっていうことですね、ここのそうですね、ところでね、はい、機械というかですね、はい、まあ厳密に言っておかないとダメかもしれないですけど、はい、すいません、厳密にお願いします。厳密にはかすりを合わせてないものですね、これは。あ、はいはいはい、手でかすりを合わせないと、本場大島になりませんので、はい、まあかすりが入ってたり、もしくは、かすりが入ってても手で合わせ、ちゃんと合わせなかったりですね、はいはい、手で折っても無地のものに関してはもう鹿児島ではこういう風になります。あ、そういうことですね、はい、島大島っていう分野に分かれるんですね、はいはい、ただこれは難しいんですけど、はい、鹿児島の組合が独自でやってる検査になりますので、はいはい、奄美大島ではこの検査っていうのはありません。あ、そういうことですね、はい、奄美大島の場合は全く別の産地証明品という、まあ、産地が作ったものですよというものにしかなりませんので、はい、その辺は組合によってちょっといろんな違うんですよ、はい、認識があります。ごめんなさいね、まあ、その辺はメーカーさんのね、いろんな産地によって、はい違ってくるということなんですけど、詳しくはそれぞれの組合に聞いてください。そういうことですね、その辺はね、呉服屋さんの方に、聞いていただければ。そうですね、もしかすると知ってる。そう、僕もその辺はお答えできるかと思います、はいはい、今日は増谷、ね、義平さんをお呼びしているので、はい、で今のところ皆さんからいろんな方からこう来てますね。あ、この話もいいんじゃないですか。
なんかありますね、皆さんからの質問を、そうですね、奄美以外の、すごい流れてますね。奄美以外のこの田園ですか、これ。なんていうんですかね。ドロタですね。ドロタですか。では綺麗に染まらないですよということですね。ネビ 78AK さん。基本的にはそういうふうには聞いてます。そうですね。はい、多分中に。でも実際他で試してないから何とも言えないっていう、ね。そうです。うちは試してないし、もし他のとこがやってるのかやってないのかもちょっとわからないですけども。まあ一つ言えるのは。おそらくそうではないかと思いますけど、ね。ドロだと例えば木八条とかね。八丈島だとやってますね。で、多分こういうこと、僕がまあちょっとあの本で調べたんですけど、火山帯の地域の島の辺にはそういう、いろんなその鉱物、今鉄媒線って言いましたけど、そういうのが、入るんですけども、この辺の特に西尾、うちの辺だと、もう塩田といっても塩が入っちゃってるようなところだと、そういう鉄分の要素が少ない。泥の中に、だからそういうのは染まりにくいっていう、焙煎の代わりの材質が少ないからっていうことになってくると思うんですけど、まあ、それだけでね、まあ言っちゃうと面白くないんで、あと KDC プランニングさんって、一般的には鹿児島本土も奄美から泥を買っていると聞いていますと。本土の泥は粒子が関わっていて糸を傷つけると言われていますということですね。そういうことも考えられるんですね。そういうふうに、そうですね、そういうふうに言われて、まあさすがケリーさんですね。はい、あ、そうそう、この台風の話を皆さんしてらっしゃるね。あ、この前の台風でですね、台風はで12号でしたね。その時にですね、台風がで、うん、はい、が壊滅的って伺ってますか、大丈夫なんでしょうかね。その時はどうだったんですかね、奄美地方は。去年の10月と今年にも来ましたね。はい、で各泥染めのところ全部は私は把握してないので分かりませんけども、はい、まだやっぱり泥田に限らず奄美大島全然工事中で、あ、全体的にね、はい、かなり打撃があったと。打撃が、はい、上田さんとこ の, その工場の方はどうだったんですか。うちが頼んでる工場は大打撃やったみたいで、はい、あ、大打撃でしたか、はい、NHK とかにもよく出てそうなんですか。あの時ちょっと出てましたもんね、はい、大島の。でその時じゃあものづくりがちょっとストップしてしまった。そうですね、はあ、ただやっぱりこうみんな一生懸命復興というか、そうですね、はい、かけて、はい、なんとか今はやれる状態に、はい、それが、うん、あの完璧ではないと思いますけども全然、はいはいはい、なんとかそれは、はい、今は工夫して工夫してやってるということですね、はいはい、いやいやいや、いろんな話がやっぱり皆さんよくね心配してそうですね。でも僕よりよく知ってらっしゃる方もいらっしゃるかもよくねご存知の方が多いんで、デビー 78AK さんですね。現在市場に出ている泥染めは一般的に止めていた糸で織ってますよということですね。いろいろね、どういうことですかね。あの前にも染めてあった糸 で、まあ、在庫になっている糸で織っているっていう考え方でしょうかね。わかんないです。わかんないですね。うちはあの、新しい図案を全部起こしてますので、はいはい、うちの商品は、その貯めるようなことをしないというか、溜まってるのもありますね、まあ、それはそうですね、もちろん。でも新しいのもあの染めてますんで、はい、今でも染めてるっていうか、はい、やれてるっていうことですね。はい、カレボー化粧品も奄美の泥で泥バッグ作ってると。それは知りませんね。そんだけその泥、ね、体に人間にいいと。人間にいいんですかね。いやあの泥染めの工場、はい、あの職人さんに聞いたら、はい、あの微生物とかがいっぱい入っているとは聞いてますけど、でもね、あの触ると本当にツルツルなんですよ。あ、その泥の泥、はい、もうびっくりするぐらいツルツルなんで、じゃあ、僕らなんかね田舎者ですから、はい、昔子供の頃田んぼでこうあの入って遊んだこともあるんですけど、はい、結構痛い時ありますね、こっちの方とね、泥がねこうつぶつぶでね。いや、あの粒子が丸いので、それこそ細かいですね。本当にぬるっとした感じ、はい、
だからまあもちろんその金坊さんのやつは、まあ、それは綺麗にしてあるんです、まあ、当然そうですよね。はい、そういうことなんですね。でよくそのままな手触りがいいからそのまま顔につけてとか言われますけど、はい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 、それはまあしたければしてよ。まあこういうのは化粧品ですからね、ちゃんとやっていらっしゃる、はい、やっぱりと思いますね、はい、じゃあやっぱりね、こんだけの話をね、やはり言ってた通りすぐ10時になってしまいますね。そうですね、やはり大島紬って喋ったら3時間は喋れますよっていうことをおっしゃられた、はい、その通りなんで、まあ今日今のところの部分はその部分で、うん、やはり今日は上田さんをお呼びしているので、はい、上田さんのところの商品を、はい、ぜひ紹介をしていただきたい。皆さんお待ちかねだと思います、まあ、ここにね飾ってあるのがね、今か今かってみんな待ってると思うんで、ぜひね、じゃあそのじゃあ次はですね、増谷義平さんの商品の中でもこういろんな商品があるんですよと、大島紬には、はい、それを今日はいろんな種類を持ってきていただいたんで、はい、これ辺もちょっと分かりやすく、僕がじゃあ選んでいいですか、ザッツ大島って思うのは、はいはい、こういう感じが、まあ大島もう本当の大島紬っていう一目で見て分かるような商品だと思うんですけど、僕から見てね、上田さんから見れば全部大島紬なんですけど、はい、皆さんも大島紬のまあ代表っぽい感じ、呉服屋から見て、はい、はい、これ、はい、手持ちで、この泥染めの黒のね、そうですね、にこの、はい、白というかね、はい、抜けているのね、かすりの抜けているの、はい、で黒白のかすり模様が入っている、はい、大島紬っていうのがまあ代表格、はい、で、こちらの方はまあ大島紬、今この説明もするとすごく長くなっちゃうんですけど、はい、やっぱりこの加水の細かさでだいぶ表現が変わってきたりとかしますね。そうですね、まあいろんな加水の、はい、シンプルなものから細かいものまでいろいろありますね、はい、このいろんなメーカーさんがいろいろ工夫して作ってらっしゃるので、はい、増谷さん的にはもう本当にそういう、まあ、技術を駆使しながら自分のところでデザインを起こして、こうやって糸から染めてっていうのを当然織っていくんですけども、はい、このデザインの元になる、まあ、ものというのはある程度やっぱりこうなんですかね、メーカーさんからすると、従来あった柄をどん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 改良していくのか、本当に新しい柄も作っちゃうのかっていうのもあるんですけど、どうなんですかね、柄を起こす、柄を起こすと、まあ、例えばこの柄でもこれ蝶々が入ってる、まあいやこれはね、はい、もう一応基本的には昔にある柄をそのまま、はい、大島紬にそのまま敷きますって言って、はい、っていうのではなくて、例えば昔の柄の、はい、柄がいっぱい載った資料とかありますね、はいはいはい、そこから、いろいろ工夫して、変化させていく場合もありますし、はいはいはい、一から例えばこういう柄が欲しいと思ったら一から、はい、デザインを起こす場合もありますし、はい、バラバラはバラバラ、ね、バラバラはバラバラなんですね、はい、じゃあ、今このね、ザッツ大島って僕が言ったのは、まあ、大島紬という代表的な感じで呉服屋さんとかでよく見る、よく見るというか、大島は、まあまあ、はい、そうですね、はい、こんな泥染めのやつですね、泥染めのやつがよく見られまして、はい、これが大島紬って言われてるものですね、はい、と。で、まあ、KDC さんが、有名なのは達合からですねという話がそうですねありますが、こちらがそれになるんですね。はい、これは、はい、これちょっと出しましょうか。そうですね。そちらに交代しましょうか。これね、この粉、はい、ごめんなさい、粉じゃって、はい。はい。はい。こちらになりますね。こちらがね、今たまたま、はい、これはあの、はい、昔からある達合柄をちょっと色とかを入れたりしてひし形みたいになってますよね、はい、基本はあのもう大島の達合柄になるんですけども、色合いとかそういうものをちょっと変化させてあるっていう感じですね、はい、これはあの先ほどちらっと伺ったんですけども増谷義平さんが、なんかあの賞をいただいた、
そうですね。奄美大島の、大島紬グランプリというので大会賞をいただいたものになります。はい、でこれも先ほど伺ったんですけど、これは上哲也さんがちょっとデザインというか。そうですね。僕があの、パソコンでデザインを書いて。あ、パソコンでデザインを書いて、はい、それを元に折ってもらったと。作ったね。そうです。これはなんかあの僕らね達郎からっていうの知ってるんですけど、はい、どっちかというとガチッとした感じが大きい、もうちょっとひし形が大きくてそういうイメージがあるんですけども、さすがというかこれはなんか何ていうんですかね、達郎というよりはこうちょっとモダンにね、モダンな感じになってて、はい、なんかいいなっていう感じはしますけどね。やっぱり多色色も使ってあるし、はい、面白いからですね、さすがグランプリ、賞グランプリの大会賞です。大会賞ごめんなさい、はい、グランプリの大会賞、グランプリは、はい、あのグランプリでね、あります、はい、あの、はい、うちじゃなくて、はい、沖つむぎさんというとこが、はい、今回は、これは今回のやつでもないんですけど、あ、そうですね、はい、ごめんなさい、いろいろとね、ややこしいんでね、ややこしいんでね、はい、はい、まあ、いろんなものがありますよと。はい、そうです。で、そのあとはですね、皆さんが聞きたいのは、多分これは大島紬を知ってらっしゃる方、になると思うんですけども、はい、ファンの方も多分見てらっしゃると思うので、かすりの細かさに段階があると、はいはいはい、大まかな段階があるという話を、したいなっていう話もしてたんで、はいはいはい、これだけはちょっとしておきたいと思うんですよ、はい、やっぱりこう大島を知る上で、そのまあ、車でいうスペックの差みたいな。そうですね、はい、ありますよね。分かりやすい、分かりやすいのでスペックの差を見て、でちょっとあのこれ男もん男女兼用で作ってる大島が、すごいですね、男もんのこういうアンサンブルじゃない大島見たのは、はいはい、あんまり初めてなんですけど、はい、これおお、はい、はい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 、見えます、あ、見えますね、これ見えてるんですかね、見えますね、見えますね、見えてます、はい、もっと細かいところ見せましょうか。これは男女兼用で、まあ広幅なんですけど、はい、広幅で男女兼用作らせてもらってる大島ですね、はい、比較的これの場合は、シンプルなかすり模様ですね、はい、シンプルですね、はい、はい、でこれが一番まあ例えばシンプルだとすると、と、はい、今のねスペックの話っていう話になってます、先ほどの、はい、あ、それですね、これになると、はい、これになるとね、なんかこう色が違う、色というか色はね、光沢が違いますね、いや、これはね、は一緒なんですよ、一緒なんですよ、この柄が入ってることによってそういう風に見えてるだけなんです、光るというかね、はいはい、そうですね、はい、こっち側で見てると元々の下の色は一緒なんですけど、ね、複雑なこのそうそうそうです、かすり模様がたくさん入っている、はい、そうです、ということですね、はい、ですからこちらよりこの下のものよりこちらが手間がかかるっていうことになりますね。そうですね、まあ、あの単純なかすりでも手間かかってるものもあると思いますけど、はいはい、まあスペック的に見たときに、そう、まあとにかくこれがこっちの方がシンプルで細かくなるとこういう表現ができますよ、はいはい、でもっと、まあ、さらにさらに細かくなる、細かい、まあ、かすりの、はい、まあ、あの割合がたくさんになってくると、これ見てくださいよ、ディレクターさん、ディレクターさん、これはすごいのがありますよ、ディレクターさん、これ巻き絵ですね、巻き絵というか、これをこれは鳥獣戯画ですね、鳥獣戯画の柄が織物で先ほどこれは先染めで、やっぱり先染めの糸で、そうです、はい、糸から染めてそれを柄にしちゃうという変態ですね、やはり細かくなればなるほど細かい柄が表現できるってことですよね、そうですね、細かいね、はい、こういう基本的にはそうなんですね、やっぱりドットがちっちゃくなるってことですもんね、さっきの点がね、そうですね、ですからあの模様も絵のように見えるというか、そうです、まあ、あのデザインに対して、はい、まあ、これは細かいのでやった方が綺麗やろとか、はい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 、これはシンプルなかすりでもかすりの方が逆に綺麗やろとか、はいはい、そういうものがありますので、はい、基本デザインベースかもしれないですね、あー、メーカーサイドからするとデザインベースでこのぐらいの細かさの方がいいだろうとか、はい、でその細かさの単位なんですけども、はい、今日は細かいことまで言いませんけど、はい、ね、僕あのこれは皆さん一度は聞いたことがある大島の人、大島で着物屋さんで買うときは、はい、
5マルキ、7マルキ、9マルキ、はい、12マルキとかいう、はい、マルキっていうことを言ってますけど、はい、それはもう、5、7、9、12っていうふうに僕らは覚えてるんですけども、はい、その辺は細かいこと言わなくていいんですけど、はい、どういうことなんでしょうかね、簡単に言うと。なんか複雑だと思うんですけど。そうですね、はい、例えば7にも、はい、最近の場合は、はい、片須と一元っていうのがありまして、はい、ありますね、これを見てもらいましょうか、はい、1回。そうですね、この辺はね、もしかすると、ね、マニアックな話題になるんですけども、ただ一応ね、皆さんに、よいしょ、はい、はい、これが先ほど、これ先ほどのやつ、これは7マルキ一元と言われてる、これですね、7マルキ一元と言われてる、はい、まあ一元ご子式の大島紬というんですけど、本来は、はい、この話をすると非常にややこしい。ややこしいですね。じゃあ、ですけども、まあ、はい。じゃあ、ですね、はい、スペック的なもので、はい、そんだけの違いもあるんだよと。はい、だから、大島紬と一言で言っても、僕はなんでこれを出したかっていうと、うん、大島イコール高い高いってみんなすごいイメージがあるんです。うん、はい、値段的な問題でね、はい。で、何が違うのかって言ったときに、はい、やはり、スペックがやっぱりある程度分かっているとですね、はいはい、例えば僕は男なんかは車を買うときにカタログを見るじゃないですか、はい、でカタログを見たときにやっぱり100馬力とか150馬力とか、はい、200馬力って書いてあるとやはり200馬力の方が高いじゃないですか、はい、どっちかといえば、はいはいはい、こういう大島にも一応そういうスペックが違うものもあるんだよと。そうですね、はい、一つの基準としてはいいかもしれない。そうですね、はい、ですから今のは一つの基準、はい、まあ、あとはそれに色がたくさん入っているとか、はい、そうですね、柄の繰り返しの仕方がすごい複雑になっているとか、はい、いろんなもので、表現が、まあ、うん、はい、もうそういうものも全部違いますけども、はい、一つの基準としては、はい、そういうものもあるんですよ、そういうのもありますよと。はい、魅力の中ではそれがね非常に重要ではないと思うんです僕。そうですね、それだけでかなり、うん、インターネットで、実際ね、うん、7マルキがこの値段とか、はい、ね、5マルキがこの値段って言ってますけども、はい、今ね、上田さんにね、それが聞けてよかったです。それだけじゃないんだよ、まあ、ぶっちゃけ言いますけど、ネットといろんなネットで販売されているところでマルキ表示がされている場合にやっぱり間違いも、はい、ありますので、見た感じでね、はい、難しいものやと思ってください。でやっぱりマルキだけというよりも、うんうんうん、僕個人的には、はい、個人的でいいです、はい、柄見て、はい、わええなと、はいはい、いいなと、触り心地がいいなとか、はい、まあ、そっちの方が大事なんじゃないかなと、はいはい、なぜかというとやっぱり柄を重視して着てもらいたいってことですね。この、そう、この柄やから着た、例えば7マルキの組織で作りましょうとか、はいはいはい、でもこっちの柄は例えば9でないと綺麗にできないので9でやりましょうとかっていうのになってるので、はいはいはい、まあそのあたりあまりそんなに僕個人はね、うんうん、気にしすぎない方が上手に大島紬を選べるというか、はい、魅力的なものが自分の、はい、まずその柄をとにかく楽しんでもらいたい。そうそう、メーカーサイドはそうと、はい、柄といえば最後にかかっているもう一つのやつ面白いですね。これね、パッと見大島のように見えないんですけど、これ、ね、これ男の方が先ほど 見られましたけど、非常にいいねってこれって、ね、これねぼかしに見えるんですよね。そうですね、かっこいいですね。やはりディレクターさんもそう思いますか。はい、これも大島なんですね。これは、僕が今まで見てきた大島でなかなかなくって、大島のようには全く見えないですね。マスヤ義兵さんで初めて見たからですね。これはね、先ほどね弊社が得意としているというか、まあ、そうですね、はい、こういうやっぱモダンな柄というのもうちの得意分野の得意分野って言ったら、まあ、分かんないですけど、特色というかちょっとしたね、はい、そういう部分で見てるんですね。はい、あ、北田プロと出てますけどね。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ一度これ戻してもらって、一
一度戻りますね。これ上田さんの本当にこれ大島紬奥深いんで、はい、僕も前々からちょっと大島好きなんでっていうことをユーストリームで実は言ってて、何回もディレクターさんと放送で出てましたよね、大島紬っていう話はね。今日は予定通りのオーバー時間でございます。当然ですね。で1回じゃ絶対に無理ですね。そうですね、こういうものは。でやっぱり僕よりもさらに職人さんとか、はい、そういう方々はさらにこういうふうにしたらこうなるんやとかっていう細かい話ももちろん、はい、ご存知だと思いますし、はい、でうちはうちでメーカーですけども、違う旗屋さんは違う旗屋さんで、まあ、非常にこう素晴らしい技術を持ってはるところもありますので、はいはい、いろんなこうそういう方に、お話をしてもらうと一番いいかもしれない。そうですね、本当実際に僕も一回奄美大島行ったんですけど、本当にこの現場を見るっていうのは非常に大きなことだなと思いました、はい、やはりこう僕も大島紬を扱う以上、現場見たいと思って行ってきたんですけども、はい、本当にね、日本が誇る誰どなたかがねいらっしゃいますけど、はい、本当に日本が誇る織物だと僕は思いました、この大島紬を見た時には、ね、僕はもうとにかくその技術とか、はい、うちがどうこうじゃなくて、はい、もう大島紬全体のこの大島紬というものが好きで、はい、うちの会社はとにかく好きで好きで、はい、まあそのやりそう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 なんです。そこまで行ったんですもんね、はい、だからこううちのお客様も結局大島紬を着ていらっしゃる人、本当実際に着ている人にやっぱり売っていきたいと思うし、はい、逆にそういうお客様が今増えてきていらっしゃるので、うん、タンスの中に眠ってる大島結構たくさんあるんですよ。でそれをですね、今のうちなんかは、おばあちゃんのねタンス引いてみると出てくると思うよと、はいはいはい、でそうするとそれが出てきたらぜひ、今言った軽くて、うん、滑らかで、そして気持ちがいい、はい、で気になりのともしてね、はい、非常に着物としての魅力満載、はい、で柄も素晴らしい、そのなんていうんですかね、柄も多いし、僕はね非常に大島好きなんで、今日はね実は大島を着たかったんですけど僕も、上田さんが来る前に着ていまして、それを洗いに出しちゃったんですよ。あで、すぐに1週間で来るって言ってたのに今日来なくって残念だったです。本当は2人で大島で共演したかったんです。あ残念ながら、でもそのぐらい着物屋の僕も、はい、大島は、非常に好きで、はい、縦横稼ぎと横層と2つ持ってます、はいはい、非常にどちらでも別に、構わず着てます。両方とも素敵な着物ですね。はい、羽織もさんですね、はい、夏の大島と今見せていただいた大島って違うんですかっていうことなんですけども、夏のやつありましたね。あ、そっちに夏物ありましたよ、ね、忘れてましたね。話に一生懸命、夏大島もあるんですよっていうことですね。あ、透けてます ね、 そうですね。これ透けてんの分かりますかね。これね、後ろ白にすると分かると思う。はい、こういうにして、すごい透けていますね。分かりますよね、はい、これ。これ夏大島、こうほら手がなんかすごいですね。これはすごいですよ。すごいしか出てこないですね。やはりね、ディレクターさん生で見てると、何ですかそれ。先ほどの、ね、大島紬の夏物になります。蚊帳のような感じの薄さですよね、はい、本当にシャすごい涼しいんですよこれ。欲しい。上田さんはあげないですよ。してます。僕一つだけね。持ってますか。今年作ってね。いや、いいな。僕もね。夏物をします。これすごいですね。びっくりした。もう頑張って働こう。こういうのを着なきゃダメだ。すごいわ。これもうめっちゃ感動。うわ、これかけてあるだけでわかるんじゃないですか。ディレクターさん、ここに。いやー。すごい透けて、そんな透けてると思ってなかった。これ手持ちでいきましょうか。もうだってこれかけただけで、ほら、ああかけただけで違いますね。これ見ますよ、もうちょっとこれじゃいきます。これはすごい透けてですね。いや、カメラで見るともっと透けて見えますね。手持ちで見るとほら、これ近くで見るとね、ちゃんとこういうふうに、そうですね、はい、見えてるんですけども、透け感がすごいですね。今大島を知ることができてよかったですと、まだ小娘のみんなの目標にします。一番嬉しいこと言ってる。嬉しいですね。こういうやっ
ぱり僕もねこういう番組流していきたいんですよね。いやびっくりしました。まあ、夏戸島は少ないかもしれないですよね。夏戸島ね、はい、うちもやっぱり普通のやっぱりそら夏戸島少ないです。そうですよね。でもこうやって機会があれば見れるっていうことですね。そうですね。やはり夏戸島素敵と、天の声さん反応良すぎともう彼はやっぱり興奮するんですね。いいですね。ありがとうございます。私も今年買いました。持ってらっしゃる方もみんなって、ね、いや着る人少ないと生産も少ないんですかと普通に、まあ、それは当然あるでしょうし。そうですね、着る人少ないと生産も少ない。まあそら来てください。そうですね、着る人が増えれば生産も増えるわけですよね。あ、ここほら、はい、あ、文字入りではないよりによる透け織り、さすがダンディさんですね。はい、あの、はい、これもあの大島の規定通り平織りになってます。はい、そのよりによそうよりによって透けてるわけですね。いや素晴らしいね。もっともっとこう需要が伸びればそうですね、もっと安くなってきたりすることもあるんですかね。はい、でもこれの場合はあの作り手の問題も出てきますよね。大島の場合はあの職人さんという意味ですか。はい、ああそうですね。ですので我々がやっぱり頑張って、大島を一人でも多くの人に広めて。そうですね、うん、でまあそういうのやっぱりこうここにもおっしゃってますけど需要と供給の問題というのはありますので、うん、まあ、それが我々の使命の一つでもあるかなと。そうですね、はい、それはもう僕もそうですね。作ってる人の思いを受けて、ね、売り手が買い手に伝えると。 で、ね、うん、でその良さがさっき言った、織りの細かさとかそういうことでもなくって、はい、本当にこの大島っていうのが織物として素敵なもので、チョイスの一つにね、はい、上がるべきっていうか、そのなんていうんですかね、ありますよこれは見ると本当にすごい興奮してましたもんねそんな興奮すると思わこの人はね結構ね好きなんですね。そう手仕事のものとかそういうものが好きな。ありがたいですね。びっくりしましたね。でもですよ、あのユーザーからして欲しいものいいものっていうものを欲しいって思うのは当たり前なんだと思うんですけども、はい、結局あの職人さんの方ですか、伝統を紡いでいくという問題の方がもう大きな問題だと思うんですけども、ね、はい、それが結局僕からするとそういう職人さんっていうのはあまりこういい職業ではないというイメージもあったりするんですね。はいはい、そうするとそれがもう大変な思いして作っても給料が良くないとか待遇が良くないとか、はい、だから次に手がいないとかっていう問題にもなっていくと思う。はい、そうですね。その辺も考えていくっていう話、やっぱり現状ですね、はい、製造の原価というのは、はい、やっていけないぐらいの値段だと思います、はい、で実際のね、はいはい、うちもそうですし多分おそらく他のメーカーさんもそうだと思うんですけども、はい、職人さんの、賃金をちょっとでも上げると、はい、それからまあ、うん、言いますけども、はい、出荷の価格、はい、うちから出荷の価格というか、はい、まあ職人さんからも含めて、畑屋さんからも含めてですね、はい、そういうものを少しでも上げて、うまく利益が還元して、はい、最終的には後継者が育つように、うん、というのもやっぱり大きな課題の一つだと思います。そうですね、僕もそう思います。はい、どこの産地行っても、はい、着物の産地はそういうふうに見えます。はい、でまあその辺を今僕がなぜユーストリームでやってるかっていうの一つの前も言ったんですけど、はい、そういう情報をなるべくオープンにして。そうですね、結局書いてもそういうことも含めて、はい、みんなでね、引っ張っていってるんだって、はい、大げさに言わなくてもいいんですけど、はい、ある程度その日本のねそういうものが出来上がってくるまでに、うん、時間がかかって、うん、こういうふうになってると。でこういうのをこう上手にねその思いを逆に着ている喜びに変えて、はい、そうですね、どん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 着る人が増えていく。安けはいいよかれっていうになってしまうと結局結果泣くのは生産だったり
そういう現地の人が泣くことになりますからね、はい、それを分かった上での消費者ユーザーがお金を払うという体制が整うといいですね。そうだからこの高くしたのを決してこのじゃあ売り値がね、うん、ユーザーとして安く入手したいと思いますというのはやっぱりそれはそれで当然のことだと思います。設置ですよね、はいはい、ですのでどういうふうに仕組みを変えていくのか。そうですね、すり合わせるということですね、はい、例えば、まあ、いろんな、流通の本屋さんをいろいろ通してはるというのが、はいはい、まあ、変化しなければいけない状況もあるでしょうし、それはまあ、可能性もね、それぞれの会社さんによって違うと思うんですけども、そうですね、うちはやっぱり、生産よく言われますね、三方よしっていうのはね、はい、三方よし、はい、やっぱり生産の人もお客さんも売り手ももう、はい、もう、うん、みんながどうしたら良くなるのかっていうのを、はい、これからね、そうですね、考えて並行して、将来の大島紬の、そうですね、ね、我々はね、それこそ我々っていうと同じ世代だと思いますので、これからはそういうことも含めてね、素敵な柄をとにかく提供するんだと、うん、でその中で今言った、中の問題は、一緒になって考えていくんだと、はい、そういうことをやっていかないといけないということですよね。やっぱりなんか、うん、まあなんかすごいね、すごい今回の対談のすごいプロフェッショナルみたいになってきちゃいました。裏番のような話なんで、素晴らしい番組 です、ね、やはりね、見てらっしゃるレベルが高いんですよ、あずめテレビジョン。そう思いません？皆さん、ね、知らないうちにそういう話になっていっちゃう。皆さんすごいですもんね。でね、僕ははい、ここで言う、分かんないですけど、裏番にします。いやいや、言っちゃいますもん。どうぞどうぞ。やっぱりね、うちの会社は、はい、そうやって産地問屋さんという立場、今でもそういう機能はあるし、はい、まあ商売のうちの3割ぐらいはそれになってるんですかね、はい、まあまあそういうのもあるんですけども、やっぱりその立場が昔からあって、はい、やっぱりできなかったことたくさんあったんですよ、はい、もっと生産の方にこうしてあげたいけどできなかったっていうのもあって、はいはい、ジレンマがね、はい、うん、でそれが私自身が奄美大島も含めて、だいたい今5年ぐらいなんですね、はい、まあ、その前の小売店さん除いてですね、はい、その中でもそういうことがすごいあったんで、こうなんとかしたいんですよ。なんとかならんかなと。そう、もうなんかうちがどうとかじゃなくて、わかりますわかります、もう暑いんですよ、だから皆さん、わかります、みんな、うん、みんなね、そうなんですよ、まあ、だからこそ僕はね、絶対来てほしいと思って呼んだんですよ、はい、ありがとうございます。で、別にこれ今ね、言えないことも含めて言ってくれたと思うんです。で、我々今30代何とかね、こういう今たまたまこう情報がね、すぐ伝えれるようになったので、はい、今のね、大島に限らず着物をとにかく、着てほしいんだと。そうなんですよ。着てもらうためには今の価格の問題、作り手の問題、いろいろ今実は一気に波が寄せてきたんですよね、実は何かここの時期に。 で、まあ、その辺も、こういう少しずつですけども、いろんな場所でですね、声をねちょっとずつ出して、本当の意味で、良くなる方向に考えていきたいなというところですよね。ですから売り手の僕はそういうのも含めて、やはりお客様に、僕が、ま、入り口ですから、はい、そこで、間違った情報を伝えるのではなく、はい、正確な情報を伝えていきたいなと、そうですね、うん、思ってる。でそれを、やっぱりこういう本人さんから聞いて、やっぱり僕もやっていきたいなと思っているんですね、はい、で逆に、上田さんには僕川下の情報を川上に、例えばこれからね、はい、出会えたので、はい、こういう柄をもうちょっと作ってくださいよとか、あ、こういう柄が実は今みんなが受けてるんだと、はいはい、例えば達号もいいけど、こういう柄が今男性の方が好きっておっしゃった、こういう柄もうちょっと作ったらどうですかと、はい、そういうのも、ね、まあ、まあ大事ですね、伝えていきたいなって、うん、この横のつながりが大事ですよね。そうですね、はい、着て消費しないとしょうがないからねと。そうなんですよ。僕だからもう僕はもうただの、まあ、大島どうこう以前に着物がもう好きで、うん、もう好きでもう
まあ腹立つぐらい好きなんですよ。腹立つですか。でも分からんこともやっぱり正直僕メーカーやから何でも知ってるかって言ったらそうじゃないし、いやもうねやっぱ分からんこともね、いろんなこと知ってはる方もいらっしゃるので、ね、もっともっとやっぱそうなんですよ。そうです、出てきてもらったと思います。ある意味あの僕なんか上田さんそんなこと言ったらこんなおっぴらにね偉そうに言っててね、もうほとんど教えていただいてるようなもんなんですよ皆さんに。あでもそれね本当にね、あのね、あの着物ってその代わりそれが好きなんです。絶対に先がないんですよ、うんうん、だから楽しいんです。こう自分が知ったと思ってもこういう風もあるよ、はいはいね、先ほどの囲みの話2人で盛り上がったじゃないですか、はいはいね、ご飯食べてる間に、はい、今日のテレビジョンの話より、そうそう、囲みの結び方の話で、あれこっちじゃないのみたいな30分ぐらい喋りましたね、はい、でそういうこうそういうぐらいすごい魅力のある着物だと思うんですよ着物。そうですだからもうねこの大島もこれからそういう方向に喋れるといいなと。そうですね、思うんですよ。そうですね、絶対にいいと思う。あはい、明日大島来ようと決めました。これは嬉しいですね。本当よこれとか、もう本当にね、やはりあの嬉しい、ね、僕もこう番組を流すいい、本当にこれね本当に嬉しいこと、皆さんさっきもね買いましたとかね、あの大島いいなと、そこの走る巻きも、まあ、そうですよ。僕ももう会社に借金がありましたからね本当にもう払わない。番外編でお願いいたします。そうですね、ちなみにディレクターも借金ありますからいろいろと、でもそでもね、そんだけまあ魅力があるんだから、これをどうにかしてそのなんていうんですかね、まがいもないような話で魅力を伝えていきたいんですよね、はい、ちょっとマジックを使わずに、はい、そうですね、ストレートに思ったんですけども、はい、そのさっき言ってた虚無僧結びっていうのはどうなんですか。これ虚無僧でいいんですかね。虚無僧結び、虚無僧結 結びやってほしい。まあ、この僕はできない。番外編でお願いいたします。知らない。知らないんです。知らない。はい、申し訳ないです。知らない、今度勉強してきます。あの僕もこういうの聞いてすぐに調べたいですね。はい。はい、じゃあ番外編でその辺は喋りたいと思いますが、ちょっとですね皆さんね、時間がやはりねだいぶ今日は10時半になってしまいましたので、最後にね、だいぶまとまりの話になったと思うんですけど、僕ねこれをねみんなに。言いたかったんですよ。大島にね。大島に合わせる帯や小物っていうのなんですけども、結構ね、うちでもよく聞かれるんです。で、僕はいい加減な人間ですから、まあ自分の経験で、まあ、大島って言っても普段着使いの着物として十分使っていただけますから、はい、半幅帯でもいいですよ、と言っちゃうんですけど、はい、上田さんが考える大島に合わせる帯とか小物ってどうでしょうか。どんなものからどんなものまでじゃないんですけど、お女の人ですよね。まあ、女性ですね。まあとりあえず今の話だと、まあこの前フェイスブックでちょっと喋ってたじゃないですか、どなたかと。やっぱ昔はなんか、大島に塩瀬の帯とかってもう言われましたけども、それを言ってほしかった。はい、まあ基本的に現状で言うと、はい、もうピカピカの袋帯はダメ、ダメっていうか、ピカピカの袋帯はまあどっちかというとフォーマルに使っていただきたいというようなね、はいはい、ちょっと置いといて。でまあシャレモンの袋帯から、はい、まあ気軽なところやと半幅帯までいいですかね、はい、半幅帯でもね、はい、うん、まあ柄にもよると思うんですけども、ね、ある程度バランスがあって、そうです、ね、ただでもそのぐらい幅広く大島は締めていただいてもいいんですよという感じですよね。そうですね、はい、で小物も当然ながらその金銀が入っているようなものじゃなかったらばっていうところになってきますよね、帯に合わせていくと。そうですね、そのあたりその、どういう場所にどういうふうに着ていくのかとか、はい、TPO っていう、はい、まあそのそういうことも踏まえてなので、一概に全部が全部とは言えない、はい、全部全部これはいいですよ、はい、これはダメですよとは言えないんですけども、なんかこういう場にはこういうものがこういう帯をしたらいいんだろうかなっていうのが、それぞれいろいろ本とか、まあ小売店さんとかで聞いてもらってもいいですし、それは地域性もあるそうですね。やはりそれはね僕らの仕事ですよね、コーディネートっていう話になってくるので、例えばその方の趣味、
それから行く場所、そのところがあるんですけど、今のでも上田さんが言われてもう間違いないと思ったのは、うん、やはり、キンキンの袋帯は僕も合わないと思ってるんですよ、大島には、はい、あのやっぱりフォーマルウェアっていう感じになってきてるんで、留め袖とかね、留め袖とかに合わせてほしいかなと思うんで、それさえ、まあ、とりあえず守っていただければ入り口として別にそんな難しい着物ではないと、はいはい、僕は信じてますし、はい、大島は合わせやすいよと逆に言ってます、はい、こう特に単色のものっていうのは結構帯乗りやすいんですよね、僕の今までの経験で。なるほど、ね、単色っていうのはあの多色使いじゃない大島紬の良さは、はい、結構どんな帯持ってっても乗るんですよね、はい、この色と単色、はいはい、でから僕大島好きなんですよね。あの先ほど の, あの 絵巻の柄のみたいなやつだったらどうなるんですかね。そうですね、柄がたくさん入っているものに、そうですね、合わせる、まあ、実はあの絵巻結構気に入ったんですけど、まあ、男物にする人はなかなかいないんですけど、買ってください。そうですね。自分で買ってもらう。まあ、冷たい話ですね。でもこういう絵巻物にね、合わせる帯っていう時に、でもこれも、うん、遊び着の一つ の, あの柄は雪なんで、どっちかというと、まあ、紬の帯とかの無地系のものとかでもいいと思うし、うん、あの、柄物でも合わないことはないと思いますよ。うん、ただ同じような長寿ギアに長寿ギア合わせるとか、そういう野暮っぽい感じになるのは、うん、面白くないのかなと、まあ、とにかくその辺はですね、趣味が合う呉服屋さんを買うといいと思いますね。そうですね、また難しい話ですね。いや難しい、趣味が合う、趣味の合う、うん、趣味の合うお店を見つけた時の喜びをったらないですけどね。そうですね。それは食事でも何でも一緒なんですけど、これが着物となるとまた難しいんじゃないかなと思うんですけど、ね、難しいですね。まあ、やっぱり我々がもうちょっとこうやって自分のキャラクターじゃないけど前に出て、そうですね、やっぱり情報をオープンにしていくっていう部分以外はありえないかなと思うんだよね。今のこっちのユーザーからする着物の色っていうのはみんな同じような雰囲気を持ってるんですけども、はいはい、うん、でももっともっとその個性の差が出てくればこっちで選べれますよね。もう単純な話、もう大島しかなやってないみたいな。そうそうそう、だからまあ言いますけど、今日は2回目言いますけど、あの、はい、やっぱりまず小売店さんはこれはメーカー側ですよ、はい、僕が思う、個人的に思うことですけども、はい、仕入れる時に、うん、はい、やっぱね本気で考えてほしいんですよ、うん、うん、まあでテイスト何でもかんでも、あ、大島、うん、大島やし、うん、仕入れとこう、勇気だけ仕入れとこう、うん、こっちはいらない、うん、っていうんじゃなくて、うん、やっぱりこの、まあでも小売店さんの考え方にもよりますけども、まあまあもちろん当然そうですけど、いいですよ、希望、とにかく希望を持っていただける、何かしらのやっぱり志を持った上で、その志に合う商品を真剣に選んで仕入れてほしい、仕入れてほしいですね。そうですね、あの僕なんかね博多でね、はい、西馬さん行ったじゃないですか、もうね止まっちゃいますもんね僕なんかねやりにくいたらしい、こうやって見たらもう悩んでやめたとかみんなが買うって言った瞬間、じゃあやめとか、そうそう、うん、で今売れてますよって言うとあえてやめるとかで、自分が気に入った柄を信じて買うとか、はいはいはい、そういう形になってくるんですけど、まあでもいろいろとね、そういう話もあって、合う小物とか、っていう話を最後ちょっとお聞きしたかったんで、聞かせていただいたんですけども、これね上田さん、大柴の話もいいんですけど、はい、次回もまたよかったら来ていただきたいぐらいになったんですけど気持ちが、またね着物の違う話をしてみたい気はしましたね着物が好き、あ、着物が、着物好きの話、そういうのも着物好きの話だったら、でもここに乗ってらっしゃる方の方が、いやいや、僕は好きですけど、みんなでするんです、あ、みんなです、あ、いいですね、わかります、三方で喋るんです、あ、それは面白いですね、作り手と売り手と、はいはい、切る手がもう 50-50 の状態で、ただの着物好きとして、ね、着物好きとして着物を喋った時に、はい、まあ逆に言うと僕なんかケチョンケチョンに言われる時もありますよ、うん、着物屋なのにこんなことも知らないのかみたいな、そうですよ、いやでも知らないから教えてくださいみたいな、はい、でもそれでみんなが、ああそういう着方もあるんだとか、
はい、あそれ面白いねとか、はい、あじゃあって言った時にメーカーのね彼だったらできること、売り手の僕だったらできること、うん、提案ができるとか作れることができるとか、で買い手の場合はあそれを聞いて、あじゃあそういう着方してみよう、外に出て行ってみよう、うん、でそれを見た人がそれどこで買ったとか着て来てみたいな感じで、うんうん、それも面白いかなと思って、あお、ね、奥の話ですけど、はいはいはい、でもそういう話もしていけると面白いんじゃないですか。面白いですね。やっぱりほら次回は着る人として喋ってくださいねと次回って言われてますけど、別に着る人は僕はあのプロフェッショナルとかじゃないですからね皆さんと一緒ですからね。そうそうそう、だから50/50 の状態で、まあ、そうそう毎日着物を着てる着物マニアみたいなもんです。はい、マニアとまでは言えない、うん、名言が正美さん、小売店は自分のこと志に合う商品を真剣に選んで仕入れてほしい。そうですよ、言っちゃったんでまた怒られ名言、まあ、それに対してですね KDC プランニングさんが、はい、よく言った哲也くん、あんこ落ちましたよね、まあ、よく言ったということで、ね、言っちゃったもんね。めでたくこれで着物維新の会の会員ということで、はい、おめでとうございます。何か分かんないですけど、はい、ありがとうございます。とりあえずまだあのなぜかここの番組はそんな名前が勝手に誰かに付けられたんですけど、まあ、それはいいんですけども、とにかくじゃあ一応ですね、なかなか大島の魅力全ては語れなかったんですけども、はい、でもやっぱりこういうところでこういろいろ喋るっていうことも僕も大島のこと好きですから、はい、またいずれの機会でね、はい、作りたいと思ってますし、実際に増屋さんのとこ行ってみたい気が先に立ってるんですよ。もうそうですね、本当に、ね、藤井さんもそうだし、結局出会った方のところに行けてないところがあるんで、自分の中で皆さん絶対に僕がここ出てたら、東屋さんとうちは取引があると思ってはるかもしれないですけど、全然ないですからね、はい、全くないですよ。ちょっと仕入れてもらおうと思って、まああの、はい、うん、ちょっとぐらいは思ってますよね。思ってますよ。当然。でもやっぱりそれもやっぱりうちの商品と小売店さんのテストが合うかどうかとかね、うん、そういうのもありますから。ですから。そうそう。当然僕も行ってみて。そうですそうです。今日もどっちみち見てもら見せてもらって、はい、素敵だなと思ったのもあるし、そうです。ただ心打つものが、はい、見つかれば当然。ね、ですから京都ぜひ行きたい。そうですね。し、ぜひ言わせてもらっていいですか。はい、どうぞどうぞ。でその時に嫌な予感がしますが、え、ストライクしたらもしかするとこのスケスケのいっぱい置いときますか。そんなんでいいですか。スケスケが好きな人はスケスケを見せればいいんですよ。スケスケいっぱい置いとこう。このスケスケでもっとね飛ばしてる人、奄美行きたいとかいう人いますよね。奄美これ奄美のドローアの染めスワーとかできちゃったりするの。奄美の泥染めツアーとか。泥染めツアーっていうか、見に見学の。それは、はい、うん。一応言ってますが、うちは京都の、あの、本社は京都ですかね。はい、子会社で奄美はありますけども。そう。いや、奄美にみんなで行って、とかいうのも、それはご案内はできると思いますよ。あずまやツアーが、なんかいっぱい企画が上がりますね。そう、なんかね、もう企画がいっぱいあるんですけど。はい、あずまやツアーっていうのがありまして、糸を紡ごう。今ね綿を植えてるんですよ僕は。あ、植えるんですよ麺を。でそれをこう麺を上に育てようで、みんなで植えて、その綿から糸を作って1貫面白いですね。2貫染めにしようっていうのと博多に行こう、博多に行こう、いろいろやってるんで、それにプラスあの泥の、ね、そのうち大島にも行こうみたいな。厚み大島の職人になろうっていうのも。あ、それもいいですね。職人になりたい人も。行ったらしばらく帰ってきたらダメ。そう、5年ぐらいちょっと。そうそうそう。あの、下積みがいりますけど、ね。そうです。京都皆さん来てください。京都行きたい行きたいと。あの、ね、絞り呉服さんが非常に締めましたねと。香り子浦さん奄美行きたいと。そうですね。なんか、何しろここであの、企画に出たツアーはちょっと一度やってみたい企画が多いですね。とても魅力的なツアーが多いと思いますので、東屋さん取引のない方も出てお話しいただけるって、東屋キムヒロテレビジョンはいいですね。そうでしょ。そうですね、もう、まあ、本当に失礼なことばっかり。いやいや全然いいですよ。本当に失礼なことばっかり言ってますけど、要するに取引どうこうじゃなくて、それ以前にまあ友達関係みたいな ね、 そ、 ね、そんな感じで来ましたね。そうですよね、ツイッターから知り合わしまって、もう本当でもね、ぜひあの次回を京都に行くときは行きますので、はい、そのね、もし許されるんであればそういう様子も伝えれるといいかなと思いますので、そうですね、リストリームとかでね、
あなたも行きたいでしょ。買ってるとことかね、なんかこう、そう、この間やったやつを買ってるとこ。あ、ちょっと待ってください。奄美っすか。奄美じゃない、京都。まず京都から。京都のメーカーさんだから。京都に行けば見える。どこでも行きますよ、私は。はい、じゃあ、決まりということで。はい、じゃあそのアーカイブで決まりっていうのやめてもらえないですか。残ってますけどね。まあ、まあ僕はね、今までね、あんま嘘ついたことないです。結構早いです。あの、行くって言ったら本当行くんで、気をつけてください。ええ、どうぞ。博多の時もね、あのちょっとね、冗談で言った本当の話とかいうことを言われたんだけど、心外ですよね。僕は行くって言ってるんだから。ああ西村さんにね、はいはい、行くよ、本なんて言ったら、どうするみたいなこと言ったら、すぐ、はい、来月行くから、みたいな。本当とか言われて、嘘言ってどうするんですかっていうことですね。はい。じゃあ、そろそろ、じゃあ、ここらで一回聞きますね、この番組も。はいはい、実はですね、Q&A コーナーやりたいと思うんですけど、ちょっと、今回遅くなりましたので、Q&A コーナーは、次回ということで、はい、今日はいろいろ好き勝手喋ってます。いえいえ、もう言い過ぎました、すいません。いえ、とんでもないです。あの、本当に貴重な話を。して皆さんも盛り上がっていただいたと思うので、この後、一応ですね、あの番外編も、ちょっと出ていただけるということなんで、はいはい、休憩の後また放送していきたいと思います。今日は本当にありがとうございました。それでは皆さん、さよなら。さよなら。次の番外編、これ番外編いつからあるの？私の新しい帯に合わせる大島を選びたいと思います。